世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー WBC 世界ジュニアバンタム級チャンピオン115パウンド大阪経験者の渡辺二郎。浪速のチャンピオンは現在日本でただ一人の世界チャンピオン、大阪経験の渡辺二郎。青コーナー挑戦者 WBC 世界ジュニアバンタム級第6位115パウンド神林所属勝間和夫。ここ大一番に強い男です。逆転勝利に燃える男、勝間和夫、神林健闘会です。ジャッジ柏木亮次。柏木亮次さんは世界戦19度目、熊崎光大さんは初めての世界戦です。中森庄司さんは5度目の世界戦。レフェリードクタージェームス・ジェンテン。レフェリーは採点には加わりません。アメリカ・カリフォルニアからやってまいりましたジェームズ・ジェンキンさん、14度目の世界戦のキャリアです。WBC ルールによりますと、チャンピオンと挑戦者が同じ国の選手の時にはその国の審判も中立とみなすとありまして、今回ジャッジはいずれも日本の審判員であります。さあ注目の第1ラウンドが始まりました。原田さん、はい、1ラウンドから倒しに行きたいというチャンピオンなんですけれどもね、どうでしょう、出てきますかね。僕は1ラウンドそのちょっと興味持ってたんですけどね、はい、やはりあの冷静見てますね、相手を見てますね、はい、一方小林さん、はい、勝間としてはやはり出方が注目されるんですがね、はい、現在のところはどうですか。いや、まあ、あの今まで通りですね、うん、あの勝間というのはね、左をちょこちょこちょこジャブを出しながらですね、はい、あの距離を測ってるわけですよね。はい、左のリードパンチ、そして、右を狙う構えではありますが、まだ右は全く見せておりません。挑戦者黒いトランクスの勝間、一方サウスポースタイル白いトランクスに黄色いベルトラインがはっきりと鮮やかに目に入ってまいります。チャンピオンの渡辺30歳と6ヶ月、一方の勝間が27歳4ヶ月、この3歳年下というのが自分にとってはその若さということで大変、大きな自信の肩になっております。背中を見せている挑戦者の勝間和夫。渡辺がその1ラウンド KO にこだわるのは前回の V2 戦、つまり振り寄せと空野との試合、後楽園ホールで行われましたが、その試合で、完全燃焼しきれなかった、そのあたりお客さんにも満足してもらえなかったんで、今日は、ボクシングの醍醐味である KO で決着をつけますというあたりにその言葉が出てきているわけです。ちょっとニヤッと笑いました。余裕があります、チャンピオンの渡辺。一方背中を見せております。挑戦者の勝間の方も現在5連続 KO 勝ちとノリに乗っております。今年の3月にはサウスポーの前、世界フライ級チャンピオンの小林浩二を12ラウンド TKO で下しまして、まあ、言ってみればそれで今日のこの挑戦切符を手に入れたと言ってもいいと思います。原田さん、一発右を見せましたね。勝間君はやっぱり先手先手ですよね。あ、待ってないで先に先にということですね、はい。どん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 チャンピオンをこの焦りを合わせさせるね、これはいいんじゃないかと思いますよ。そうですね、間を置いてしまったらね、チャンピオンの方が前ですからね、はい、チャンピオンの左のボディーブロー、あー、左のストレート、ガクッと落ちた。さあチャンピオンいきます。波乱が起きるか、チャンピオンが攻める。挑戦者の顔面にチャンピオンの左のストレートが当たりましてガクッと腰を落としました。挑戦者、こうどう耐え忍ぶか、しのぎ切るか。これまで逆転に次ぐ逆転の試合で今日のこの挑戦切符を手に入れた挑戦者の勝間和夫、逆境に強い男であります。しかしよく当たってますね、原田さん。そうですね、いいパンチですね、はい、左のストレート、あのコンビネーションの強いですね、はい。原田さん、やはり渡辺というのはですね、はい、これまでの試合を見ておりましても右のフックが非常に強い選手で、左がリードになっているという感じですね。そうですね、あの返しですね、要するにね、左から右の返し、はいはい、おっと勝間が早くも鼻血です。鼻の下に血が見えます。あ、右、その速い右のフック、勝間の顎がガッと上がりました。
第1ラウンド終了。早くも大きな動き、激しい動きが見られました。原田さんが10対9、小林さんも10対9でやりました。第1ラウンドの2分あたりで見せました渡辺の猛攻をご覧いただきましょう。チャンピオン、このラウンドを取っております。左のストレートが顔面にクリーンヒット。まあ、原田さん、はい、この渡辺は前々回の試合ですね、パヨプンタラット戦慄のリターンマッチで返り討ちに合わせてから以来ずっとこう自分のボクシングというものを身につけて、自分のボクシングさえできればどんな挑戦者でも負けることはないんだということをしきりに言ってますね。やはりあの自分のボクシングできればですね、はい、やはりそういう自信というのは大きいですからね。だからそれを自分のものにしてますからね、はい、非常にあのそういう面からちゃんとその自信がついてきてるんじゃないですかね。小林さん、はい、第1ラウンドちょっと打たれた勝間ですが、はい、硬さとか力み、それはどうでしょうか。それはないんですけれどもね、ちょっとこう見る限りちょっと渡辺君の方が数段上だっていうねテクニックを見せてくれますね。あーそうですか。まあ、勝間も自分が上回っているとすれば右のストレートの威力、そしてあとは若さと、それからアマチュアとプロを通算してのキャリアで上回っていることなんだけれども、とにかく渡辺さんのそのごまかすボクシングに惑わされないようにしますということを言っておりました。第1ラウンドに鼻血を出しましたが現在は止まっております。挑戦者の勝間、今日は青コーナーのセコンドには、新東ジムの佐々木会長、さらには、元世界フライ級チャンピオンの小熊昌司さんが入っておりますが、サウスポーの小熊さん、渡辺選手とは WBA のタイトル2度目の防衛戦に出場いたしまして12ラウンド TKO で敗れておりますが、その小熊昌司さんが作戦参謀として、青コーナーのセコンドについております。まあ、打たれもろいところは挑戦者あるんだけれども、それが決してその芯で受けていないんで、原田さん、はい、効かないんだとね。それで回復力が非常に早いんですよということを言ってましたけれどもね。やはりですね、渡辺君のスピードあるね、そのワンツースリーですね、ストレート左右にフックですか、これを食えばね、やはりどうしてもね、はい、ダウンしますよ。ただいかにしてやっぱりまともに食わないかね、ウィーリングなりしてですね、はい、それで前半をしのぐとこれはまた面白いと思いますね。おっ、左のストレートから右のフック、右のフックがちょっと角度が、小林さん、はい、ちょっと悪かったですね。悪かったですけどもね、やはりあのパンチスピードありますよね。はい、はい、藤本さん、はいはい、このあたりチャンピオンのスピードが素晴らしいものを言ってますね。そうですね、倍ぐらいあるんじゃないですかね。それからあの、はい、勝間君がですね、硬いですね。硬いですか、はい、藤本さんは硬いと見る。硬いと見ますね。で、チャンピオン随分柔軟性ありますね。早いラウンド、1ラウンドから1分でも早く倒したいと言っておりましたチャンピオンでありますが、試合は第2ラウンドの2分30秒を回りました。この世界ジュニアバンタム級タイトルマッチのこれまでの最短 KO というのは、おっと、右のストレート、渡辺大きく腰を落としたが、これはいや、それは当たってませんよ、はいはい、ラファエル・オロノ、 WBA 初代チャンピオンのラファエル・オロノが昭和55年の9月に記録した3ラウンド2分56秒、3ラウンド2分56秒というのが、世界ジュニアバンタム級タイトルマッチの最短 KO 時間記録となっております。第2ラウンド終了いたしました。原田さんは10対10のイーブン、そして、小林さんも10対10のイーブンと第2ラウンドつけておりますが、30歳の渡辺、27歳の勝間、身長では勝間が2センチ上回っております。それから両腕を水平に上げて指先から指先までのリーチ、これを測りますとほとんど差がないんですが、両腕それぞれ肩口からあのリーチでは1センチずつ勝間が長いというデータが出ております。まあ、これは渡辺の脅威、胸周りが大きいことにも関連しているのではないかと思います。勝間が積極的に出ました。第3ラウンド立ち上がり、第1ラウンドは渡辺がリードを奪いました。第2ラウンドはほぼ互角。勝間君 のボテのストレートはいいですね。はい、さあそのあたりどういう風に両コーナーでは見ているでしょうか。チャンピオンサイド一丁田さん、はい、やはりね上々のスタートで非常に落ち着いてリングと戦況を見つめている渡辺サイドなんですけども、あそうですか、今出ている指示は吉井会長からやはり気合を入れろということ、それからあの足立トレーナーからやはりリズムリズムというこの声が飛んでますね。リズムリズムね。一方の青コーナーはどうでしょうか。山下さん、大間翔司さんはね、はい、4ラウンドから5ラウンド持ちこたえてくれれば、現在のところまだ勝間を抑えていくという試合前のリズムで戦っている、で右が意外に当たるんだという感じがあります。勝間を抑えていく、渡辺を抑えていくということですか。いや、勝間は自分自身のペースを抑えていくということですね、はい、思い切っていかないということですね、はい、おっと、勝間を切りましたね、左目の鼻寄りのところですね、
出血を見ております。ご覧のように勝間の左目の上がちょっと赤くなってまいりました。まあ、今山下アナウンサーからの報告がありましたけれども、勝間陣営としては5ラウンドあたりまではなんとかそのペースを落としていってなんとかしのいでそして後半勝負というふうな、感じを持っているようでありますが、右から左チャンピオンも顔面好調です。左にストレート、肩越しがちょっと落ちました。挑戦者です。小林さん、はい、勝間どうでしょうか、そのしのいでいるというんでしょうか、それともちょっと打たれすぎという感じですか。いやまだね、そもそも打たれては、まともには食ってない、まともには食ってないと思うんですよね。おーはい、あの磁力のパンチがね、止めすぎるんですよね。正直言ってね、急所に当たってないんですよ。ああそうですか。左とストレート、カウンターです。今のもね、顎じゃなくて鼻の頭ですね、おでこで切ってる。ああそうですね、ストレート、チャンピオンの左のストレートがビシッビシッと2発決まりました。今度はまた左のストレート、ショートからだ。どうなんでしょうか原田さん、はい、挑戦者のその距離ですけれどもね、ちょうどチャンピオンの左の当たる距離にずっと立ってるような気がするんですが、そうですね、でもそのぐらいでいいんじゃないですかね。あそうですか。でも体を振ってね、入った方がいいんですけどね。でも渡辺君のですね、はい、コンビネーションがないから結構助かってるんです。こういう試合連打当たってからもね、それはどうなんでしょう、渡辺はいけないんですか、追い打ちをかけられないんですか。いや、やっぱりそれは自分の余裕から来てんじゃないでしょうかね。あいつでも倒せる。でもそれがですね、逆になっちゃいけないですからね、チャンスはやっぱりどこか逃さない方がいいと思いますよ。で先ほどなんかちょっと渡辺態度がちょっといろいろしてますでしょ、ああいう態度は見せなかったですもんね、今までは。あそうです。あ右の服、ほとんど時間がありません。第3ラウンド、あー左のストレート、最後に左のストレートをクリーンヒットしたところで第3ラウンドが終了しております。このラウンドはお二人とも10対9です。さあ渡辺、チャンピオン渡辺の終了間際の左から右のフックをご覧いただきます。そしてこの後ゴンが鳴ると同時に左のストレートが当たっております。優勢のうちに第4ラウンドを迎えます。一方現在のところでは劣勢に立たされております、挑戦者の勝間和夫。第4ラウンドが始まりました。今度は勝間がまた立ち上がりはこういうふうに攻めていくんでありますが、しかしちょっとこう落ち着くと渡辺の左のストレート、あるいは右のフックが飛んでまいります。アッパーフックダブル右、これが6度目の日本人同士の世界タイトルマッチ。日本人同士の世界タイトルマッチといいますと、最初の試合というのが昭和42年18年前、世界ジュニアライト級タイトルマッチ、チャンピオンの沼田義明さんに今日の解説の小林博さんが挑戦した試合でした。その試合で小林さんが12ラウンド KO で沼田さんを倒しまして、タイトル獲得に成功したわけでありますが、小林さん、はい、そのあたりその日本人同士の世界戦というのはですね、うん、相手が非常によく分かるといういい面があるわけですけれども、そうですね、逆にですね、またおっとこれはバランスです、ね、フリップダウンですね、はいはい、お互いの手の内を知ってるだけにね、ちょっとやりづらいなというところあるんですけれどもね、まあ、それはお互いですからね、はい、ただその裏を変えたりするというような、ん、作戦ですか、はい、そういったものがやはり非常に左右するんじゃないですか、うん、現在のところはどうですか、お互いにそれほど新しいものと言いますかね。そうですね、勝間君のボクシングはですね、いつものトイレのボクシングあ、右叩きだ、ダウンダウン、さあ勝間回復力はどうでしょうか、非常に速いという回復力、ファイティングポーズを取りました。渡辺がちらっと赤コーナーを見た。さあ渡辺最初のダウンを奪った、左から右、左ストレート、勝間どうだ、耐えられるか、もうストレートを狙いたい勝間、余裕があります、チャンピオン余裕があります、ロープを背負っている勝間、右に動いた、そして左に動いた、チャンピオン左のストレートを狙っている、右から左、勝間を右を返しました、これは空を切った、左のストレートが右、さあ勝間がここで粘りを見せるか、左のボディーブロー、まだ時間がたっぷりある、第4ラウンド時間がたっぷりあります。
います。ミノポリーとショートアッパー、また持ちこたえた、持ちこたえています。交代する勝間、渡辺、ミノポリー、ミノショートアッパー効いた、2度目のダウン。しかしこの試合はフリーノックダウン、大きなダメージがなければ試合は続行されます。レフェリーのジェンキンさん、カウントを数えて、さあ残り13秒、さあこのラウンド持ちこたえるか、左、懸命にグローブでブロック出します。試合はまだゴングを聞いていません、左を一本返しました。よく持ち返された、よく持ちこたえた、しかもお客さんに答える余裕を見せました。このラウンドは文句なく渡辺のラウンド。シーンをご覧いただきましょう。リング真上のカメラです。1回目のダウン、そして2分33秒右、完全に宙に舞ってますよね、体がね。これは強烈な右のフックでした。さあ試合は第5ラウンドに入ります。勝負をかけるかチャンピオン。一方第5ラウンドまでなんとか持てば、中盤から終盤にチャンスを自分のものにできるであろうという挑戦者陣営。逆に攻めた、佐久間が攻める、佐久間が追う、渡辺回る。いやこれは原田さん、はい、非常に面白い試合になってまいりましたね。そうですね。でも先ほどもですね、はい、渡辺君が手を休めたような感じですよね。やはり無理をしないでチャンスがあったら、はい、本当にすごい位置ですね。はい、渡辺の左のストレートです。佐久間も右のストレートを一発、渡辺を佐久間交代。とにかく回復力の速いということが自分の一つの大きなメリットであるという佐久間。相手が油断をして追い打ちをかけてきたところに、逆にカウンターを取るのが自分の信条ですと言っておりました佐久間。いやでもね、こうね、打たれてしまうとですね、はい、やはりパンチのスピードも鈍ってしまうんですよね。ああそうですか、やはりこのダメージって大きいと思いますよ。第5ラウンド1分を経過しております。藤本さん、はいはい、この第4ラウンド第5ラウンドどうですか。あのね、勝間君のね、なんか右がですね、ちょっとオープン気味になってきたですね。オープン、はい、おっと足がもつれた、足がもつれた、勝間の足がもつれています。膝には絶対来ないと言っていた勝間でありますが、ちょっと足がもつれました。元世界フライ級チャンピオンの小林浩二を破りまして、今日のこの挑戦切符を手にした勝間、世界初挑戦。奥さんの純子さんも見ております。青コーナーの後ろで見ています。いや次郎君もね、はい、チャンピオンもですね、これで気を抜いちゃいけないですね。もうね、やるとき倒すときは徹底的にね、かかっていかないといけないですよね、はい、これまでに3度6ラウンドのスパーリングをエキシビションでやったことがあります、この両選手、そういった手応えも十分に知っておりますチャンピオン。まさか自分の相手にこの勝間が出てくるとは思わなかったというのが正直な、まず試合が始まった時の印象でしたが、右から左、細かいパンチを当てます。ショートレンジでチャンピオン、手が出ない挑戦者。残り30秒を切っております。第5ラウンド一つの区切りとしております。第5ラウンド挑戦者はあと20秒になります。頭が当たりましたか、ちょっと気にしております。チャンピオンです。このラウンドもチャンピオンが見ています。終盤見ています。左のカウンターを狙いましたが、ここで第5ラウンド、これまたしのぎました。挑戦者の勝間和夫、このラウンドは10対9。第5ラウンド1分30秒過ぎ、渡辺の攻撃をスーパースロー、映像の鮮やかなスーパースローでご覧いただいております。しかし原田さん、はい、あれだけ打っていて倒れない挑戦者にどうでしょう、チャンピオンとしては何か変だなという気は起きてきませんか。でもまだ余裕がありますからね、その打ってでも僕は左ストレート、右が当たればあれですけどね、なんかこうやっぱり余裕を持ってますからね。ああそうですか、ただ私の倒理をかすめるのはですね、その苦戦を強いられたラミレス戦、あるいはゴン順天戦ですね、
明らかに力はチャンピオンのが上だったけれども、いざ蓋を開けてみるとちょっとチャンピオンの爪が甘かったために終盤追い込まれたという試合がありましたけれども、だからそういうことは僕も心配ですね、後半やはりあの追い上げてこられますと ね、はい、ですね、やはりちょっと渡辺君もですねチャンスあるのに倒せないね、そういうところがちょっとはいけないんじゃないかと思いますよ、はい、そういう面でやっぱりチャンスがあったら何回でもいいですからやっぱり追い打ちをかけて倒すぐらいに、そうですね、勝負の世界にはね、むしろ情けっていうのはね必要ないですからね、やはり勝間君もパンチが当たってきますとどうしても調子に乗ってきますからね。藤本さん、あのね、僕が見てるとあの勝間君ね、はい、あの左をですね、あの彼の右でねうまくこう防ぎますね、はい、だからあのそのチャンピオンの左が出ないんですね、ちょっとこう出遅れてしまうんですね、チャンピオンの左が出ない、左が出ない、右がブロックされるため、はいはい、はあ、いや実はですねこの辺りを小熊さんがしきりに教えたということなんですけれどもね、右構えの選手というのはどうしても左が攻撃のために使うのが普通なんで、その相手のサウスポーの右をストップすることがなかなかできないんだと、それができれば右というのはサウスポーに十分対応できるだけの力を持つんだということをね言ってましたけど、ね、ちょっと左がね、チャンピオン出ないですね、あの勝田君がグッと抑えますね、はい、そうしますと小林さん、この左が勝間出ているうちは大丈夫だということになりますか、そういうことなんですけどもね、それに伴ってあのチャンピオンもですね、そのうまくあの右をですね、はい、使ってほしいなと思うのはですね、ちょっとあの正面に過ぎるんですね、サイドに出た、そうです、サイド出ながらのね、はい、あの右のリードボローですね、こういったのが欲しいですよね、はい、そうすると自然にですね、あの左のパンチが出るんじゃないかと思うんですよね。原田さん、はい、勝間の方のそのスタミナですけれどもね、素晴らしい回復力というふうに見えるんですが、どうでしょうか、やはりあのこういうふうにですね、やはりあのいいところでですね渡辺君もポイントを決めとかないとね、やはり徐々にですね、勝間君ですね、はい、ペースにこう、乗ってきますからね、あ今スローだね、スロー出さったやつ、今このままいきますと、あるいはその挑戦者サイドのね術中にはまってしまう可能性も十分にチャンピオン、そういう恐れがあるということになりますね、そうですね、まあチャンスがあれば本当ですね、やってもらいたいですね、はい、チャンピオンとしては一気にいかなければいけない、基礎体力とかあるいは粘り強いボクシング、それは十分に教えたというのが新東尋の佐々木会長、それに今回サウスポーということで、サウスポー対策というものを特に小熊昌司さんに頼んだ勝間和夫陣営であります。第6ラウンドを終了いたしました。このラウンドポイントは10対9と渡辺が取っております。6ラウンド終わりまして、放送席の採点、そして皆さんも、間違いなくそう思ってらっしゃると思いますが、圧倒的なリードを奪われているのがこの挑戦者の勝間でありますが、しかし藤本さん、はいはい、それにしても素晴らしい、そのなんていうんですか、スタミナと言いますかね、スタミナすごいですね、勝間君のね、そうですね、あの彼もね、偶然のこのカウンターパンチというのはね、こういう試合で起こらないって知ってるんじゃないですかな、あそうですか、はあ、だからそれをものすごく警戒してるんじゃないですかね、第4ラウンドにダウンを2度奪われました勝間、その時の動きが嘘のような感じで、第5ラウンド終盤あたりから、そしてこの第6ラウンド第7ラウンドとなかなかフットワークも軽くなってまいりました。どうですか原田さん、そのあたり、そうですね、あの見違えるようなフットワークですね、動きがね、渡辺の右が当たります、左のストレートはダメ、左から右です、あーストレート、やはり原田さんのお話のようにですね、今はワンツースリーと3つ当てました、はい、そうしますと案外当たるんだと、そうですね、あのだからその後の打ち惜しいですけどね、やはり一発だとどうしてもカラスされますから、これはスリップダウンです、ナックダウンではありません、ただいまのスリップでございます、また右が左、左ストレート、これは効いた、これは効いた、正面で受けました、この試合3度目のダウン、さあ今度はどうでしょう、動きが良くなってきただけにここは頑張ってほしい勝間、試合再開、さあ声援がひときわ高くなります、大阪城ホール左のストレート、もう、はい、あー試合を止めました、レフェリーのジェームズ・ジェンキンさん、試合を止めました、 KO 勝ち、渡辺の KO 勝ちであります、単独の KO 勝ちと申しておきましょう、
界タイトルマッチ11連勝をマークいたしましたチャンピオンの渡辺。WBC のタイトルはこれで3度の防衛に成功いたしました。よくここまで頑張った挑戦者の勝つまでありますが、チャンピオンに世界戦7度目の KO 勝ちを許しております。ただいまのタイム7ラウンド1分26秒7回1分26秒渡辺二郎のテクニカルノックアウトでございます。お聞きのように第7ラウンド1分26秒が公式のノックアウトタイムであります。認定賞ゴルフ DC ジュニアバンタム級チャンピオン渡辺二郎殿、期間は1985年9月17日大阪市において勝間和夫と WBC ジュニアバンタム級タイトルマッチ12回戦を行い勝利を得たので、ここにチャンピオンたることを認定します。1985年9月17日財団法人日本ボクシングコミッションコミッショナー保坂誠、保坂誠コミッショナーから今認定賞が授与されました。認定賞が授与されました、試合が終わりましても笑みがこぼれます。チャンピオンの渡辺二郎、これで世界タイトルマッチ世界戦11連勝をマークいたしました。最後は左のストレートがクリーンヒットいたしまして連続2度のダウンを奪われて、それで試合が終了しております。さあそれでは11連勝をマークいたしましたチャンピオンの渡辺二郎選手に、準備ができましたらば話を聞いてもらいましょう。チャンピオン世界戦これで11連勝です。おめでとうございます。どうもありがとうございました。今日はですね、ぜひともやはりこう倒して勝ちたかったんじゃないですか。そうですね、途中ね会長に気合言われたんですね。もちろん気合はずっと入れてました。はい、渡辺二郎、渡辺二郎、1955年3月16日は日本の元プロボクサー、大阪帝拳ジム所属、元 WBAWBC 世界スーパーフライ級王者。2011年現在は暴力団幹部である山口組系局心連合会相談役1、コンバーテッドサウスポーであり、右利きのサウスポーだった。来歴デビュー前、岡山県小田郡矢掛町で生まれ、大阪府で育つ。血液型 B 型、波小高等学校、現大阪体育大学波小高等学校、大手門学院大学文学部英文学科卒業。高校時代は水泳部、大学時代は日本拳法部で活躍し、世界選手権で4位となった3、大学卒業後に体重別のボクシングを志向、大阪帝拳ジムにアマチュアとして入門した。アマ戦績は4戦4勝。プロボクサーとして1979年3月27日、プロデビュー。1980年2月21日、後の WBC 世界フライ級王者小林光二をフライ級全日本新人王決定戦で1RKO。1981年4月27日、世界初挑戦。敵地で WBC スーパーフライ級王者金しのぎ。韓国にドムが15回判定負け。1982年4月8日、2度目の世界挑戦。WBA 世界スーパーフライ級王者ラファエル・ペドロサ、パナマに挑戦し、15回判定勝ちで世界王座獲得。同王座は、グスタボ・バリャス、大熊マサジ、ルイス・イバネス、仙台ラミレス、ケン・ジュンテン、セルソ・チャベス相手に6度の防衛に成功した。1984年7月5日、WBC 同階級王者のパヤオプーンタラット、タイとの統一戦に臨む予定であったが、WBA は統一戦の開催を認めず王座を剥奪。この幻の統一戦に12回判定勝ちし、WBC 世界スーパーフライ級王座を獲得した。なお、この世界戦に関しては、WBC 王者のパヤオに渡辺が挑戦するという変則的な形で行われ、もしパヤオが勝利していた場合、
アヤンは同一王者ではなく WBC 王座のみの防衛となっていた。米印当時 WBA は15ラウンド制で WBC が12ラウンド制の世界戦のルールの違いが一番のネックで、そうなったとされる。WBA と帝拳との交渉でリングに上がった瞬間に即剥奪はされず、試合終了後に剥奪という処分がなされているため、ほんのわずかではあるが、WBA、WBC の統一王座という記録は残ることになる。この試合、判定は2対1で渡辺となり、後半に反撃した逆転勝ちで微妙な試合だった。ファヤオ側は判定に不満として提訴。渡辺もボクシングとしては相手が1枚以上だったと解雇している。1984年11月29日防衛戦でファヤオと再戦して TKO 勝ち、因縁ある両者の対決に決着をつける形となった。全撃防衛戦を含め WBC 王者として4度の防衛に成功する。この間に達成した世界タイトルマッチ12連勝は、日本では具志堅用高の14連勝に次ぐ数字である。1985年12月13日、韓国で開催された4度目の防衛戦で、地元の隕石艦を相手に6度のダウンを奪い5回 KO 勝ち、日本人世界王者として初の日本国外での世界王座防衛を果たした。3。1986年3月30日、伊丹市スポーツセンターでの5度目の防衛戦でヒルベルト・ローマン、メキシコに12回判定負けを喫し、世界王座陥落。その後ボクシングマガジンでボクサー志望者向けの連載を開始。後述、1991年11月8日、引退を発表。生涯戦績は28戦26勝18 KO、2敗世界戦14戦12勝8 KO、2敗。1992年9月、大阪城ホールでのジムの後輩達吉丈一郎の世界王座初防衛戦の前座で引退セレモニー。1994年11月、後楽園ホールでカオサイギャラクシー、対、とエキシビションマッチを行った。引退後、編集、引退後も実業家、ボクシング解説者、講演家、テレビタレントなど多方面で活躍していた。1995年、金融機関からの融資返済に絡む恐喝未遂事件で逮捕され、起訴猶予処分で釈放された。1999年、殺人事件で使用された自動小銃の売買に絡み、銃刀法違反で逮捕起訴され、後半では島田紳助が情状証人として出廷したが実刑判決を受け服役。2004年に出所した。2007年6月4日、大阪府警岸和田署に知人の暴行事件を隠匿するために被害者に被害届の提出をさせないよう迫ったとして、証人など伊波様の疑いで逮捕されたが、1週間後に処分保留で釈放された。日本ボクシングコミッションは、渡辺を今後一切歴代の世界王者に列しない方針で、ライセンスの無期限停止処分とし、ボクシング界から事実上の永久追放処分となった。2007年6月30日には、羽賀健二未公開株詐欺事件に絡み恐喝未遂2項の疑いで逮捕起訴され、大阪地裁で無罪判決を受けるが、2011年に大阪高裁で懲役2年の逆転有罪判決を受け上告8。2013年4月1日に上告が棄却され懲役2年の2審判決が確定した9。この事件では両者に有利な証言をした弁護側証人が偽証罪で起訴されている。この際、渡辺が指定暴力団山口組系局心連合会関係者であることが報じられた。2011年、島田紳助引退騒動において、芸能界引退の原因となったメールの相手は渡辺であったと報道されている。2012年11月30日、暴力団関係者であることを隠してゴルフ場を利用したとして、詐欺容疑で指定暴力団山口組最高幹部と共に逮捕されたが、12月28日に嫌疑不十分で不起訴になった。
2016年2月4日、報道ステーションで元刑事男性の清原和博が大阪を拠点とする元世界チャンピオンのプロボクサーから暴力団員の紹介を受けたとの証言を報じられ、その後名誉毀損にあたるとしてテレビ朝日に1000万円の損害賠償を求めて提訴した。2017年6月29日に大阪地方裁判所は過去の経歴などをもとに報じられたのが渡辺だと視聴者が弁償するのは想像に難くないとしてテレビ朝日に対し150万円の支払いを命じた。エピソード編集ボクシングマガジンでの連載では初期段階でボクサーとしての才能がないと気づいたらやるべきではない、ボクシングの世界は弱い者ほど辛く厳しいと現実的な意見を述べていた。また電車で外の景色を見て動体視力を鍛えろなどの独自のトレーニング方法や汗でびしょ濡れになった T シャツは他の練習生を不快にさせるので着替えろなどの心がけを述べており、一般的な入門書とは一線を画していた。ファイティング原田が十数 kg の減量をしたと語っているのに対し、渡辺はそれだけ体重が増えているのは普段の節制が足りないのだから自慢ではなくて恥じるべきと意見したことがある。渡辺の現役時代のファイティングスタイルはファイティングコンピューターと言われるほどクレバーな試合運びであった。だがそれゆえに試合の盛り上がりにかけ大きな見せ場の少ない試合も少なくなかった。ローマン戦の敗北後、渡辺は身体的にも問題なく復帰を目指してトレーニングを続行していたが、当時練習生であった同ジムの辰吉丈一郎とのスパーリングで辰吉の才能とセンスに驚き、それが引退のきっかけになった。現役時は一切喫煙しなかったが、引退か現役続行かを迷っている時に、ふと夜道でタバコの自動販売機を見つけて購入し、そのタバコを吸った後、あ、これでもう終わったんだなぁ、とつぶやき、一筋の涙が頬を伝ったと後に語っている。勝敗時間内容対戦相手国籍会場備考1、1979年3月27日勝利 3RKO 宮崎隆宮津子日本プロデビュー戦に1979年5月19日勝利 1RKO 川平和現日本マイナス3、1979年7月28日勝利 1RKO 石井賞日本マイナス4、1979年11月1日勝利 6RKO 石井賞日本マイナス5、1979年12月1日勝利 1RKO 高木真嗣日本西日本フライ級新人王6、1980年1月29日勝利 4RKO 川平賀現日本7、1980年2月21日勝利 1RKO 小林光二日本前日本フライ級新人王8、1980年6月14日勝利 6R 判定送信源韓国マイナス9、1980年9月2日勝利 10R 判定チュクテプチュワタナ対マイナス10、1980年12月15日勝利 10R 判定パク対リポビタン対マイナス11、1981年4月27日敗北 15R 判定金しのぎ韓国 WBC 世界スーパーフライ級王座挑戦12、1981年6月29日勝利 2RKO ベルリンよりペッチフィリピン13、1981年8月9日勝利 10R 判定スモモヒカリスズ韓国マイナス14、1981年10月10日勝利 5RKO アリババルークロントン対マイナス15、1981年11月25日勝利 4RKO キトアベラフィリピン16、1982年4月8日勝利 15R 判定ラファエル・ペドロサ・パナマ WBA 世界スーパーフライ級王座獲得17、1982年7月29日勝利 QRTKO グスタボ・バリアス・アルゼンチン防衛18、1982年11月11日勝利 12RTKO 大熊正治日本新日本木村防衛29、1982
1983年2月24日勝利8ラウンド KO ルイス・イバネス・ペルボーエーさん1983年6月23日勝利15ある判定仙台ラミレス・メキシコ防衛421983年10月6日勝利11RTKO 健順天韓国防衛522984年3月15日勝利 15RTKO セルソチャベスパナマ防衛623984年7月5日勝利 12R 判定ファイアオプーンタラット対 WBC 世界スーパーフライ級王座獲得 WBA 世界スーパーフライ級王座剥奪24984年11月29日勝利 11RTKO ファイアオプーンタラット対防衛125985年5月9日勝利 12R 判定フリオ外空のドミニカ共和国防衛226985年9月17日勝利 7RTKO 勝間和夫日本防衛327985年12月13日勝利 5RKO 隕石艦韓国防衛428986年3月30日敗北 12R 判定ヒルベルトローマンメキシコ WBC 世界スーパーフライ級王座陥落